ウェルカム。6月もないって有給ないってかわいそうじゃない。ああ。まあウェルカムですねっていう。で3日ぐらいとか2日ぐらいは使えるように入社してすぐ。すぐのを作ろうかなとか、それから今半年で消えますよみたいな。はい。か。推し見つけなきゃ。いやでそうそうそうするとオタクだけになるから、そう家族もありにしようかなって。ああ。家族のためにっていうか誕生日だから帰りますとか。あの記念日なんで帰りますとか休みますとかっていうのは、うん、あとライブに行きたいとかってあるじゃないですか。はいはい。でライブは仕事してたら間に合わないけど、はい、その日はあの働いたことと見出すみたいな。何時に帰ってもみなし、みなし、全部みなしっていうとか。いやなんかすごいですよね、よしべとかまやさんとかのあの芸能人とか、まあ、アーティストに対する愛の深さを見てると、うん、もうなんか愛の総量が違う気がする。この人はもう愛の深い人だみたいな。ああ、でも自分の生んだ作品とか、だからその制作愛が絶対違うよ。あんで、あの愛情がなんかこう400本作れないかなとか。いや、まあ YouTube は私はもちろん好きなんです。ああ、多分そこの向きだけだよ。そうこうなんかこうすごいですね。芸能人に対して。芸能人とかそうなんか結婚してショックで出社できないとかいう気持ち味わったことない。そうね。そんな好きなのすごいなと思って。それはないですね。羨ましいですね、すごい。あ、そうです。私浅く広い自覚があるんで、はいはいはい、こう掘り下げる、掘り下げる人をすごいリスペクトしてますね。まあなんかわかんないですけど、休暇がいいのか何がいいのかわかんないですけど。あ、でも今年からバースで軍資金を、あ、もう全員、はい、いただきました。いやなんか迷ったんですよね、あれも。でも誕生日はみんな平等だからいいですよね。ね。でお金に色がつくっていうのがいいかなと思って。で家に入れちゃうとか。はい、あるけど、なんか1万円までを使っていいなって思えるじゃないですか。ああ、そう、間違いないです。そうその基本給に入ってたら、それはもう家計とかに行っちゃうから、はい、もう別になんかないけど、なんか、あ、そっか、じゃあ、なんかもう予算が組まれるじゃないか、勝手に。ええ、あれがいいなと思って。本当そうですよ。みんな子供のためとかに使っちゃいますからね。ね、結局ね。で、まあ、もちろん家族手当とか住宅手当とかも、いい制度だと思うんですけど、それでなんか社会保険料もね、上がったりとか。確かに。ね、なんかそれってどうなんよみたいな。で、平等じゃないじゃないし、なんか難しいですよね。社会保険料のことまで考えが及びませんでした。いや、距離が遠い方が社保高くなるんだったら、微妙なところに住んだ方が、通勤であるとか、そうですね、マシンみたいな話になっちゃうし。はい、なんかまあちょっとその辺は合ってないのかなと思って、まあ、複雑にもしたくないんで、できればまあ経費精算の枠を作ってあげるとかが本当はいいんでしょうけどね。勉強したいとか、うん、勉強してほしいわけだし、はい、チャレンジしてほしいから、まあなんかサースこれを使いたいとか言ったら、あ、じゃあそれでみたいな。なんかルール、社内的なルールのこととかもなんかだんだん明文化するのもなんかちょっと心苦しい感じがしますよ ね。でも書いてあった方が楽な人もいますからね。なんかふんわりされても困るんだけどって、まあ後から入ってきた人はそう思って自然ですよね。ね、うん、まあ、それが浸透して次浸透して次ぐらいになるのと、はい、まあ、そういうコミュニケーションをやっぱ増やさないといけないですよね。なんかオンボーディング資料にあれこれ禁止事項みたいに並ぶのもちょっと鬱陶しいし、いや、ね、なんかだから本当は行動指針とかなんだろう。あれみたいですね、リッツカールトンのクレドっていう。クレドってやると急にサクサクなるかな。うん、ダメダメ、カタカナダメです。そうそう、なんか なんだ普通にこうなんか批判とかっていうだけで。めっちゃ軍隊っぽくなってる。そうそうそう、え、掟10か条とかすげえいいと思う。10ぐらいだったらまだいい。捨てっていう言い方がいいし、ギリギリのニュアンスですよね。絶対に捨てられない10ぐらいで残したいですよね。そうそうそう、最後増やさず、増やさず、増やさず、はい、相手のこと尊敬して誠実にやって、はい、あのただいる、ある、認めるだけで、はい、だいぶ働きやすいと思うけどね。そうだと思います。ね、家作りが楽しいですよね、これから増えますからね。